ラスのコンサートを行っています。ファンクエリアにはですね、多くコーラスの生徒さん、コーラスの、まあ、プロの方も含めてなんですけれども、ファインアートを取られていますね。で、我々は頭蓋骨とか頂頸骨、顎関節など、または生体なんかの直接とかリアルセラピーとかでいじりながら、やることによってパフォーマンスの向上というのはすごくこうよくなるんですね。本当に、なんでどうなんでっていうのは皆さん思うと思うんですけれども、本当にこれがですね、いろんなところ全身的に足から骨盤からもちろん呼吸、そして声帯、顎関節、頭蓋骨を維持していくんですね。歌のパフォーマンスがすごく飛躍的になるので、まあ、そういったことでコーラスの方が多くおられるんですけれども、それをちょっと聞かせて、進みに行きたいと思います。すごい楽しみです。マンハッタンのアッパー、イーストサイドにある小さな教会に来ました。今日はこちらで、定期コンサートをやられているということなので、ちょっと楽しみですね。こんな感じなんでしょうか。あの教会とかでやる、コーラスというのは、多いと思うんですけれども、私の子供なんかも教会でコーラスという中でやったりはするんですけれども、ちょっと今回はちょっと本格的なので非常に楽しみですね。どんな感じなんでしょうか。まだ合唱の途中なんですけど、ちょっとあの先にちょっと失礼させていただくちゃいけなくて、今ちょっと出てきたところなんですけれども、よかったですね。やはりこう私の見ている方とかの声はやっぱり聞き分けられるので、どういう感じで実際こう歌ってるのかとか見てると、また今後ね、またどっかこう、こういうところをこうした方がいいのかなみたいなのもあったりとか、するんですけれども、すごい、アマチュアのコーラスで、ここまでなんかこう仕上がってるってすごいなと思ってですね、良かったです、本当に来て。またなんかこれでなんかいろいろこう私も勉強になってですね、もっとこうした方がもっと音がこう通るのかなとか、いろんなことを考えられたので、すごく良かったなと思います。またね、機会があったらぜひぜひと思うんですけれども、本日は、これでちょっと一回クリニックに戻ってですね、仕事をしていこうかなと思います。